はトンチキラジオのワープです。宮本です。よろしくお願いします。今日は小学校の時のその、まあ、テスト、漢字大相撲っていうのね、これちょっと振り返ってみようかなと思います。お前さっき言ったけど、ちいちゃんの影送り、お前めちゃめちゃ俺のことバカにしやがってさ。実際しかも小学校3年の国語の順位だって、あれ乗ってた、合ってたよ。ちょっと悲しい話じゃないかね。しかもそうだね、戦争のな、戦争中の、まあどうなの、漢字大相撲っていうのは何なの、そもそも何なの、その何班か、小学校の時の、まあ、クラスが何班かあって、その漢字テストをやると、まあ、先生が工夫したんじゃないか、みんな楽しめるように、でまあ漢字のプリントがバーッと配られましたと、でそのまあね、まあ、相撲になぞらえて、ね、最初はみんな平幕の十何枚目からスタートしますよと、で10枚目から9枚目にステップアップするためにはその10枚目のテスト、10問の漢字テストを満点取れば10枚目の段階はクリアだから9枚目に今度番付が上がりますと。上がると。でどん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 そのやつをやってて、ゴールが横綱ですよと、で班の全員が横綱になったらその班は勝ち抜けです。ああよかったですね、抜けれるって感じ。抜けれる、そう。でずっと残っちゃうってこと。ずっと残っちゃう人もいる。負けてる班がいるのはもう残っちゃう、ずっと残っちゃうんだ、全員が横綱まで行ったらおしまい。あーそっか。でそれがクラスのその後ろの黒板に、マグネット式で貼り付けられてるわけだ。残酷だね。名前があってね。え、一人一人の、一人一人のだよ。やばいじゃん、ああそうなんだ、俺はてっきりあの前の黒板に一人で行ってこう書いていくかと思ったけど、そこまで残酷ではなくてプリントなんだね。プリントでテストでその毎回配るわけよ、サラ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 と、ね、でそれで満点が取れたらじゃあ先生が来てその番付を1枚こうゴールの方に向けてピッと上げてくれると。これは6年生の話だよね。6年生の話、5年生の時の暴力教師の次の年の年だからある意味精神的な暴力教師が来たわけだ。体罰じゃなくて、ね、体罰じゃなくて心の体罰、心の体罰教師が来たと。来た6年で、6年ではこれ何が体罰だったの、心の。でな、まあ普通の人であればさ、やっぱりこう、ね、あできたできたってなるわけだけども、できない子はずっと名前が昇進しないわけ、それずっと残ってって、もう班の全員が例えばほぼね終盤に近づいていけば、国語の時間にね週に何回かあるわけだけども、そこのまあまず最初の5分くらいでテストをやって、どん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 番付が上がっていくけども、できない子はさずっと10枚目とか8枚目とかにずっと残る、ほんでもう あらかたどん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 さ、みんながテストを重ねるごとにみんなゴールに近づいていくんだけど、スゴロクのように、できない子はずっとスタート付近にいるわけ。それがもう完全にバレちゃう、バレちゃうよ、バレちゃう。だってみんなどん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 ゴールの方に進んでいくのに、それがもう後ろの黒板に張り出されてる、張り出されてるわけよ。班ごとに色が違うわけ、1班は緑、2班は青、3班は黄色とか、明らかにやっぱ残っちゃう子っているよね。それは男の子、女の子、その子は、それまでバカってことはみんなに分かってなかったと、分かってなかった。俺もほら初めて同じクラスになったから、でそんなの普通であればできるけども、やっぱり残っちゃう子ってやっぱいるんだよね。でやっぱりみんな最後さ、自分の班がそのねラストになりたくないから、やっぱ教えるよ、ここの羽はこうだとかさ、ここの漢字はこういうふうに難しいとか、何遍教えてもできない。教えてもできないの、できない、なんて教えてできないか、もうその思考の回路分からんよ俺には。でそんなもん俺書いてあるやつをさ、こっちテストの時まで見てて書きゃいいんだから、そんなの。まあね、その一番簡単なところでつまずく、まずつまずく、まずつまずくよ。もう例題問1でつまずくわけ、でもうブブーって、で他の人はできて、できてどん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 ゴールに進んでいく、前頭何枚目どんどん上に行っていくと。ほんでじゃあ その子はさ、最終的にさどこで止まってるの。まあだからまあよくてまあ前頭5枚目とかじゃないか。5枚目、5枚目、そうか、やばいな。ほんでどこら辺でやばいやばい、あの子やばいっていう感じになったの。もうやっぱもうセカンドシーズンぐらいじゃない。
セカンドでも全然できないと、うん、まあファーストシーズンみんなね、まあ、ゴールしてよかったねってことだけど、セカンドシーズンぐらいでやばくねみたいな。でみんなゴールってその子はゴールできてなかったの、要は、まあ、ファーストシーズン、ファーストシーズンできたのかな、ちょっとそこまで覚えてないけど、まあ無理やり無理くりさせたのかな、もうこれでファーストシーズン終わりですみたいな、終わりみたいな感じ で、うん、でまたセカンドシーズンが始まってさ、うん、そしてそこでもうみんなやっぱりそうなると第1問目から教えるよね、同じ班の子は、うんうん、教えてどうなった、教えてもまあできないできないと、できればファーストシーズンからゴールはしてるはず。基本さ、うん、女って頭いいっていうイメージなかった、ちょっとちょっとね、なんか女はなんかできるみたいなさ、うん、真面目にやるからね女の子、そうそうそう、勉強でも実際はバカなんだよな、バカだよ女の方が。それにびっくりしなかった、だから俺中学の時とかすげえ思ったよ、もう意外とバカなんだなとかさ、女はバカだよお前がさ、女を卑下するたまに悪い癖に出るからな女はバカなんだよ、言ったって絶対理解できんの。最終的にさ、その子はもうババみたいになっちゃったことでしょ。そうだよ、そう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 、もう外れくじだよ、本当にその子と同じ班になった瞬間にもう、もう勝てない、もうそのシーズンはおしまい、一着は無理だと、一着は無理だから、絶対に最下位を回避する作戦に出るわよ、みんな一回最下位を取らないかっていう、そう、もうシフトするよそっちに、トップ取れないけどね、あの最低点だけは取るのやめよう、ある種騙しだよね、みんなを騙しだよ、みんなもうそのババを抱えてると、うん、だけどもうそっちにシフトチェンジ し始めて、うん、もうそのラスから一個上のところをなんとかさ、そう下克上で倒すみたいな感じで、もうだからもう箱根駅伝と一緒、とにかくその後ゴールラインに押し込んだところのゴールだから、とにかく競ってる班と、もうね、とにかくなん、もうシード権を狙いに行くぐらいな感じ、そう、1位なんか狙わない、とにかくシード権、もう第9位国士舘大学、もうそれ呼ばれない、そういうことよ、第9位法政大学、もうあのためをとにかく自分の第9位ご飯と呼ばれたい、あのためよ、とにかくもう他のだ、もう優勝は一切狙われない、狙えない、もう狙えない、狙えない、狙えない、狙えないんだもん、だってもう無理なんだからでも騙しだよね本当に、うん、油断してるチームもあるからね、あるある、あのね、今回のシーズン見たうちの班いけるんじゃねえか、うん、もうそんなことはないよ、もうとにかく、ね、ね、全員平均点を落としてでもとにかくとにかく5位に滑り込むんだ、ラス回避だけを狙うと、そう、いやー、それ面白い、そんな戦いがあったんだ、あったよ、お前一緒の班になったことある、あったと思うよ、その時はもうラス回避ばっかりやった、ラス回避するよ、教えたもん俺ちゃんとだけど俺、まあ多分俺教えても多分理解できなかったと思う、途中から諦めてよできないのでもだからお前がさ、同級生東大、うん、のやついたじゃん、うん、そいつが教える下手だったずっとじゃん、うん、ラードはうまかったって感じだろ、うん、要はそんな感じよ、そうそう、だ学力差がありすぎて、そう、ありすぎるとダメなんだよね、分からないんで、長島みたいなもんなんだよね、理解多分できないんだから、その東大に言ってるやつの、そうそうそう、多分どこが分かんないのかが分からない、ラードが聞きゃ分かるんだよ、そう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 、にしても、うん、それはもうおかしいけどね、うん、だって絵を描き写すみたいなもんじゃん、そうあれって絵だよ、この感じなんで、俺も1分前に見れば分かるだろうな、そうそうそう、とんでもねえ難しい字が書いたわけじゃないんだから、うん、バラとかな、うん、そうだよね、百画とかさ30何画の字が書いたわけじゃないんだから、うん、小学校6年の感じなんで、せめて何行人弁ぐらいだろう、ただそんな子でも生きてるからねちゃんと働いてるからね、そう、ただその子は可愛いからね、そう実は可愛いんだよ、これがまた天は二物は与えないんだよな、そう、だから女としてはめちゃめちゃ得してるよな、得なんだよね、うん、可愛いんだ、可愛いんだよね、多分、うん、学校一の美人というか、うん、まあ普通の人が見たら、うん、まあ可愛いっていうよね、そうなんだよね、お前みたいな人が見てもあれだけどさ、うん、
誰もが見てもブスっていうことはない。そうそう、ブスっていう子とはないね、うん、本当に可愛い子だからね、うん、まあ女に生まれて得した子だよね。そう本当に。いやそしてどうなった、その後それはすごいシーズン続くわけ。だその何回もその1年ぐらい続いたんじゃない、激ヤバ地獄だったと思うよ多分その後それが1学期で終わったのかな。その子地獄ってただ写すだけじゃん、うん、最悪さ別にさ前頭5じゃなくてもさ、うん、大関ぐらいまだいけそうじゃん。だから普通にやっていけば、ま、その小学生同士のさ醜い争いがあってさ、うん、その先生が採点してるのかやっぱみんな見に来るわけよ、うん、やっぱ一人じゃさやっぱりその何先生が採点がいたら信用ならんみたいなのもあったんじゃない。ここの羽がないとかやっぱ注意してくるやついるわけよ。そうなるとやっぱバツってなるよね。お前みたいなやつお前じゃねえだろそれ、お前だろ。まあ、俺もやってたけどさ、だけどお前だろ、お前が中1にねイチャモンつけて怒られたって話したろこの前中1の時にテストの採点に。あれ逆に幼稚なのかもしれんないやってること。お前小6でそれや感情をつをねさあ採点にイチャモンつけてたからその流れなんじゃないか今考えたら。そんなそれ全部引きずってるところだよな。うん、だから全ての諸悪の元凶は小5よ、うん、小5小6、うん、だから小5よ、小5でまともな先生が来りゃそれで終わってた話なんだからね。あのまあ気違い暴力教師が来たらこのざまくよ。だから別にさその気違い暴力教師じゃない。お前さ、うん、その先生歴ってすごいよなやっぱ。その小5から、うん、小5は暴力教師だ、うん、小6は精神的ドライバーでしょ。でまあ中1は金八カブラ、うん、中2はもう一番だらけたっていう女のさ、ね、先生だよな、うんうん、ほんと一番抜いたよなあそこで。一番ね一番緩かったんだろ、うん、何にも怒らないもんね。で中3でまたその金八カブラが戻っていて、うん、中3でも怒られてるやつはお前一人っていうそりゃね怒られるよ。だってもう中2は本当に休みなんだから1年間俺は中1、うん、中3がまあ金八かぶれそう、うん、同じなのよ、うん、ただ中2も軍隊だから、軍隊だったから、うん、体育教師だったから引き締まったね、うん、もう3年で怒られることは一回もなかったね、うん、金さん金さんギャッハッハッてめこの野郎って怒られてたから、こいつ中3にもなって何怒られてんだと思ってた俺だからそれ中2が悪いよ。数学の授業でさ僅差を僅差んつって爆笑してんのよ。そりゃ切れるわ先生も。そりゃねしょうがない、教師運がないんだからいやお前が悪いやろなんで中3にもなって怒られてんだと思うよだいたいさ、うん、まあまあその2年で同じクラス上がりなのよ、お前がお前と一緒に怒られてるやつが、うん、3年の時の金八かぶれのクラスでさ、うん、大体怒られてんだよ、うん、それ山級とか全然怒られない、うん、山級なんて金八かぶれ3年だから、ね、3年間金八そうなの。そうだよ3年間かぶれてんのか。そう、あもう腐れ縁なのかな、好きだったのかなあの先生は。そりゃもうかぶれてるわ。だもう全く怒られんよね山級は。なるほど、うん、もうちゃんと学んだか把握してるよ。でもたまにキレるポイント分かんなかったなまあな、あの先生も、うん、急にぶち切れるからさ。一時おむつをしてるなんてこと言い出したやついてさ、うん、6年の時に重い蹴りをするやつね、うん、あいつおいあの金八かぶるおむつしてるぞなんてまたデマみたいなこと言い出したのよあいつすぐそういうデマ言うからさおむつしてるな、こんなこと言われりゃさずっとケツばっか見るじゃん、うん、おむつ確かにしてるなそういうデマを言い出したからさしてるわけねえだろおむつしてる、ケツにちょっと膨れてるからおむつしてるなんてくだらねえくだらんこと言うな。くだらんけど面白いねそれも
これくだらんこと言ってるわと思って、そりゃぶん殴られるわ顔いやまあでもきつかったな感情お相撲もきついと思うよ、きつかったと思うわ本当に。まあラスを回避するっていう戦術ね、ラス回避シード権だけ取りに行くと、そう、それしかないじゃんだって。でもそれがさ、バンクルワースがあったと、要はラス回避できた回もあったと、できたと思うよ、多分1回までできたんじゃないかな。そん時めっちゃ楽しいじゃん、でも、嬉しいでしょ。だからもう俺らもゴールしてるわけよ普通の人は。うん、でそのラス回避をいかにそれを教え込むか、だからその子にかかってるところ、そうでしょ。あ、でもさ、お前みたいに優秀なやつがいればさ、なんかいけそうじゃん。どういうポイントなの、どういうあれなの。だってもう出るもんだ、決まってんだよ。そうなの、そうじゃなくて、その反動詞の判定はどういう感じなの。横綱が何人いるかみたいな感じ。違う違う、もう早く全員上がった班の勝ちなの。だそれは分かるんだけど、その最下位抜けっていうのはどういう感じだ。だからもう誰かこう残るわけだろ、こういうふうに、だからその全員が一番最初に上がりに行った班から順位付けってことだよ、最速タイムみたいな、もう本当は箱根駅伝で一緒よ。でもその子さ、その子上がれたの、上がれたんじゃない多分最後に。あ、その足切りとかじゃなくて何繰り上げスタートの、そうそう箱根の第6区の、そうそうそう、6区からな、そんなんじゃないの、ないと思うな。それちゃんとクリアできたんだ、第9区のね、9区の、あ、じゃあもうさ、お前とかさ、まあできるやつはさ、もう早くクリアしてさ、血眼で教えたとこ、だからそうだよ、きっちりな。それなんでさ、なんでこんなこと分かんねえのかなって。いや分かる分かる、お前言ってること大いに分かるよ。だってさ、そんなもん家で見るにしたって、あ、5分ぐらい前に見りゃいいじゃん、そんなの、で出るもんで分かってんだから、全く出るもんだから分からんじゃしょうがねえよ。多分100問のうちから20問出ますとかじゃなくて、もう10問でこの順番で出ますって言ってんだから。でもこんなのさ、はっきり言ってアルツハイマーのテストみたいなもんだよね、そうだよ、それに近いよね。そうだよ、リンゴみかんバナナ信号機とか、そう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 、覚えとこい新規でって分からんじゃん、その話だもんな、ただ書き写すだけだもんな、いや俺それは俺もお前と同意見だよな。なぜできないのかよく分かんないもんな、だから。いやでも酷だったね、酷だったと思うよ、彼女には本当に酷だったと思う。天は二物を与えないね、やっぱ。もう一人の男、できない男がいたわけだ、そいつ側の班もバンクルワセを狙ってたってことだろ。そうだよ、そういうことだろ。そうだよ、要はその2チームってことだろ。そう、下位争い、そう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 。ああ、それバンクルーア、どっちもバンクルーア2つの意味だな。そうそう、いやー面白いよ、でも必死だよもうとにかく。いやでもそのさ、女の子の方のさ、ダメージでかいね。でかいと思うよ。私こんなやつに負けるんだって思ったろうね。そのリアルに成績表が後ろの高校に出てるわけだからさ、具合悪くなると思うよこんなの。